パッタルン県は太陽国南部の県の一つ。ナコーンシータンマラート県、ソンクラー県、サトゥーン県、トラン県と接する。パッタルン県はマレー半島に位置する。県東部は山が連なるが、県西部にはソンクラー湖が広がる。14世紀はアユタヤ王朝のラーマーティボーディ一世の時に、パッタルンは数ある天領の一つとなった。 18世紀終わりには、ラーマ一世は、兵部局に属した。ラーマ5世時にはパッタルンは、モントンナコーンシータンマラートに組み込まれた。住民のほとんどを仏教徒で占めるが、一方で住民の11.1%は、ムスリムである。検証検証は、県のシンボルである、250メートルの高さの、オークタールーさんがデザインされている。県北、県花は、ショレアロクスバーブ。 パッタルン県は11の軍に分かれ、その下に65の町と、626の村がある。パッタルン県の軍、ムアンパッタルン軍、キンラー軍、カオチャイソーン軍、タモート軍、クワンカヌーン軍、パークパユーン、軍、シーバンポット軍、パーボーン軍、バーンケイオ軍、パーパヨーム軍、シーナカリン軍。ありがとうございます。